こんにちは、声優の畑中真奈です。今日もですね、大好きなコンパス実況していきたいと思います。とりあえずまずはですね、まずはって毎回なんですけど、竹首様使ってみたいと思います。でもね、せっかくなので、たまにはね、違うキャラも使ってみたいなと思ってるので、一回ビオ様行ったらちょっと違うキャラも遊んでみようかなとか思ったりしてます。ビオ様ね、美しい。この流し目最高、ね、でもビオ様こんなに好きなんですけど、ビオ様グッズは全然持ってないっていう悲しみです。やっぱり物欲センサーって強いんですかね。欲しいと思ってると出ないんですよね。ガチャもそうだし、トレーディングもそうだし。タカさんだ。タカさんって結構あれですよね、初手ドア使ったらあとなんかドアあんまり意味がないケースが結構多い気がしてます。よーし、とりあえず飛びますね。おりゃよいしょー、やめろー、飛んでくんなー、お前ら飛んでくんなー。あー、両方とも両方とも両方ともやめろー。カード2枚ともあれされちゃったよ。ありがとうございます。ちょっと体力が欲しいです。体力欲しいので取らせてください。よいしょー、一陣取れさえすればなんだな。でもあんまり冒険しすぎても3人同士いるし、やめといた方がいいか。ここでも踏めるから、よしよしよし、よいしょ、飛ぶかな。あー、まだ切れてないか。あー、違う、やめてあるあるですね。どこどこ取ったら C か、 C かって言ってマップ全然見れてないやつですねこれね、私ね。やめてー、デルミンが来てる。デルミンじゃない、デルミンじゃない、ココリコ、ココリコ一旦サティさんに任せてちょっと広げて、よし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 、ナイスです。これここ取れればね、あれなんですけどね、あんまりセイバーがちょっと嫌な感じだからやめてこ。やろう、やめろ。おー、ナイスです。え、私何もしてない。え、待って、何もしてない。デルミンとサティさんがひたすら強かっただけで終わっちゃいました。え、ありがとうございます。え、何もしてない私。え、申し訳ない、申し訳なさしかない。ちょっともう一回いきますねこれ、いや、申し訳なさしかない。ありがとうございます。いや、もう何も仕事してない、ただ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 なんか吹っ飛んでただけな気がします。妨害もろくにできてなかった、申し訳ねえ。ギルギア、あー、カイさん味方でいて、私の号令を使わせて、よし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 カイさんだとね、スタンが腐っちゃうからね、って相手にもいる、全力で答えましょう。あるあるですね。まあなんか多脚でなんとかしましょう。スタート位置がね、一番右からだと嬉しいですよね、ジャンプがしやすくて。多分スタンかかるんで、こんない。やめろー、飛ばすなー。やめろー、そういうの良くないよ、本当に。良くない。やめろー、そういうの良くないよ。飛ぶかな、場所が悪い。あー、ダメだ。何もできなかった。私何もできなかった。あんまりね、よいしょ。でも2人とも広すぎ溜まりやすいタイプだから、よいしょ、すぐ行く、走っていく、ちょっと待ってて、
ちょっと待ってて、あー走っていく、捕らえた、取れるか、いやー取れないなこれは、よいしょ、私を殺すな、取れるかな、あー無理か、あーちょっと遅かった今の、これで、あーやめて、やめてやめて、ゆらら嫌い、やめろー、いや本当に本当に何もしてないな私、いや何もできてない、つら、そして広隙もろくに溜まってね、どうしようかな、溜めたいっちゃ溜めたいんだけど、あわよくば難しいな、よいしょー、あー遅い、うん、さっきからねガードガード、静まりはしたけど、お、いけるのよ、ありがとうありがとうありがとう、あーごめんねー、めぐめぐごめんね、ほんまにちょっとわしわししっかりしろ、そういうの良くない、あーあ、カイさん、あーどう間に合うかな、あーそうだよね、多分ねこれはね、にそうなんだよ、そこに行っちゃうんだよ、申し訳なさしかない、ごめんなさい、ありがとう、ごめんね、頭で考えているうちは、何もできなかった、何もできなかった、練習は嘘をつかないと言ったでしょ、どうしよう、なんかこのまま他のキャラに行くのもなんだかとってもはばかられる気がする、うん、うん、ビオ様で行きましょう、うん、ビオ様で行きましょう、もうビオ様で行きましょう、一回勝ちたいな、やっぱね、ヒロスキは貯めとくべきでしたね、いやー久しぶりだから、久しぶりだからってなんだ、実はビオ様にちょっと最近ブランクがありまして、ルルカに浮気してたのでドア飛びがね、ちょっと自信ないんですよね、よしよしよし、ね、ドア持ってそうなキャラがいなかったからね、ゆっくり飛びました、誰か来るかな、来ないよね、しばらくこの辺で待ってましょう、優雅に待ってましょう、うちさんにね貯められるのちょっと嫌っちゃ嫌なんですけど、嫌なんですけれども、まあでも味方のデスさんにもゆっくり貯めてもらってなんとかなればいいなっていう、まだ来ないか、来た来たな来たな来たな、もうちょっとこっちをポジションにして、やろう、あー落ちた、
下にいるのか。みんな全くにギリ上に乗ってんのかなと思ったけど、そういうわけじゃ。あー場所が悪かった。これはちょっと不利だから降りよう。ピーさんも、ピーさんも一旦下がりましょう、下がりましょう。ユミさんが帰ってくるのをちょっと待つ感じで。で、カードがもうちょいで帰ってくるので、それをちょっと攻めるぞ。おら何人か、あーくそあー死んじゃうなこれ。42秒か。どう使って帰るか迷うところですねこれ。あーそれは嫌、それは嫌、それはやめて。よいしょー、とりあえずよいしょー。延命というよりは相手のヒロスキをちょっと邪魔したいなという意図ですねこれはね。多分ラストアタックになるので難しいなー。デスさんに多分入って、足りない、10秒だと足りない、絶対足りない。あ負けちゃいましたね。というわけでいいところは全然見せられないで終わっちゃいました。そんなこともあるのかな。ごめんね、ありがとう。でも、やっぱりめちゃめちゃ楽しいですね、コンパスは。ね、負けても楽しいのがコンパスということで、いいと思います。いいのかな？味方にはごめんなさいです。ごめんね、味方。はい、ちなみに、お気づきでしょうか。またしても畑中は冬休みの宿題を全部終わらせてません。あと15時間で、56本？厳しいな。まあ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 仕方なきですということで、じゃあ最後にねガチャでも引いて終わりたいと思います。あ、無料11連もできる。ちなみにどうでした、皆さん、あっちの UR2 倍の方の11連。私はですね、お父さんが1枚でした。タキャコ欲しいよ、タキャコ欲しいよ、タキャコ欲しかったよ。タキャコをねレベルを上げたくて仕方ないんですよね。あのコットンさんのね UR 神社にも行ってタキャコお願いしてきたんですけど、 UR 自体はねどうだったかな、2枚だったかな、ちゃんと UR 出たんですけど、ただタキャコじゃなくてクルエルだったかなとかでしたね。そして、でもルルカ終わっちゃってるんだ。でも引きまーす。警察にガチャ引くからね、いろいろたまんないんですよね。あ、かわいい！え、持ってないと思う、これ。え、嬉しい！好き！え、かわいい。かわいい。ジャストこだ。ここだ。どこだ。ここだ。どうした。腕相撲でもしたいのか。かわいい。いいですよね。タンク組がすごい好きすぎて。もうこのジャストが背中に猫ついてんですよ。私最近知ったんですけど、めっちゃかわいい。まあ、でもね、メダルの関係で一旦こいつにしときます。はい。というわけで、今日も遊び散らかしました。はい。結局、ビオ様しか使いませんでしたが、
またね、いろいろキャラ今度こそ使っていきたいと思いますので、その時はよろしくお願いします。生温かい目で見てください。ではすごい中途半端ですが、畑中まなでした。ありがとうございました。